こんにちは、ああ、そっか、そ塾の久保でございます。まあ、特殊詐欺と言われるね、いわゆるオレオレ詐欺とか、あと裁判所からハガキが来て、ここに振り込んでください。さもないとあなたの訴訟は実行されますよと、有罪になりますよみたいな、ハガキの文面っていうのがね、えー、今来てると思うんですけども、そういう方いると思うんですけども、えー、今回ですね、この1週間かけて何通かご相談いただきました。本当に裁判所なんでしょうかとかね、本当にこれは自分は逮捕されるんでしょうかお金払った方がいいんじゃないかなっていうふうに相談来てますね。で、まあ見るとですね、そのハガキの文面っていうのは 現物ちょっと送ってもらってないんですけどもその見させていただくとあの、まあ、文章とかおかしいわけですよそれから専門用語もおかしいんですよであの Facebook とかでもよくあるんですけどもこんなインチキなので書かれるやついんのみたいな感じで晒して笑ってる人いますけどもこれはね、きちんとした理由があるんですよなぜならあそこにですね書いてる文章って適度に崩してあって適度に法律用語のような法律用語に存在しない言葉を組み込んでいるんですよ 要するにこれが嘘だというふうに見抜ける人と見抜けない人を不流にかけてるんですよねでこのハガキに反応した人っていうのは文章によって脅しを受けてあお金払わないとって動揺する人なんだろうなっていうふうな人を集めてるんですよそしてなんだこんなものをプイッて捨てる人はそのまんまあこの人は賢いからこの人にもう送らないとこうって感じでどん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 ,どんねターゲットが絞られてるんですよで絞り込んだ名簿がまあ回っているってことなんでだからあの文章をね び,びっくりして一人で解決しようと思って入金を3万円とかしちゃうと終わりなんですよそうするとあこの人はこんな適当な文章でもかかるぐらい文章力読解力がない人なんだなって感じでブワーッと広がってですねそれで破産の道にいくっていう感じなんですよねえそして精神的に弱い人を狙っている例もありますすぐにびっくりしちゃう人とかすぐに動揺しちゃう人とか狼狽する人とかねあ自分の資金が凍結するんじゃないか自分のお金が取られちゃうんじゃないかかっていうふうに思う人とか例えばあなたのおまだね あのあなたへの振込金額あと2万千円残ってますこちらの方をあなたの方に送金するために口座を教えてくれませんかみたいなハガキもあるんですよそうするとあれ何のお金だったかなとりあえず2万3000もらえるんだったら口座番号をちょっとお伝えしとこうかなっていうふうに返信をすると終わりなんですよそうするとですねあこの人は2万3000円ですら管理できてない人しかもその2万3000円が欲しいがゆえにこんなね怪しいはがきに手紙を送ってくる人なんだな連絡してくる人なんだなって感じでかかってしまうんですよ、まあ、ですんでね あの多くの方が「なんだこれ」と思ってるものですけどもあれでもねやっぱりね読解力のある人とない人っているんで軽々にバカにはできないんですよあれは相当緻密に計算されたハガキなんですよね、まあ、ですんでなんでこんな文章なのって思う方はさらに考えが足りないと思った方がいいですそういうふうにあわざわざこういう文章にしてきてでこの文章がおかしいと思える人は跳ねておかしいと思わずに動揺する人を集めてるんだなっていうふうに思いつければまあなかなかいいんじゃないかなと思っておりますではいってらっしゃい